さあやってきたのは赤見温泉フィッシングフラワーパークでございます。よいしょ。なんださあここではですね、はい、水の音がするな。そうですね、なんとここではですねマス釣り体験ができるんですって。マス釣りか。マス釣りで。なるほど、はい、釣りの経験とかってどうですか皆さん。もう俺はもうヤマメもマスも釣ったことあるから。まあまあまあ、おうおう。で俺はまあだからほら、うん、尻尾で釣るから絶対言うと思ったそれ。一貫な、一貫のやつな、はい、もう全部尻尾で釣るから全部。今日は今ねえじゃん。野沢さんはないからね。そうだほらねえ。ああ、いやオラっていうか、まあ、いっか。いや軽いやっちゃなじゃないんだよ。軽いやっちゃなじゃないんだよ。じゃあパンちゃんとナッパさんはどうですか。パンちゃんどうですか。私は海に釣りに行ったことあるわよ。あ、あるのか。あ、海釣り。海釣り。でも何も釣れなかったから、うん、今日すごく楽しみよ。あ、坊主だったな、その時はね。で一応経験はある。パンはこの、うん、このどんぐりを見て、はい、これ何ですかって言ってる。やば。いや、栗ですかって言ってる。これ栗だと思った。さっきこれ栗に見えたのよ。いやいや、もうサイズが違うでしょ。どんぐり見たことない。今度はヤドカリに見える。ヤドカリ。アイトゥイマテのネタだね。チョココーンのネタだ。ですよのネタだ。はい、やべえ。やばいよ。TV 芸人の中でも相当。いや結構やばいよパンちゃん。そんなことないわよ。ちなみにさっき PK も知らなかった。そう。PK って何ですかって。タイツ食い込んでるじゃないの。10年前のギャル語だそれ。はい。いやいやいいんですよそんな話は。ナッパさんは。俺はよく、まあ、山梨、すみません、サイヤ人もやってるが、結構釣りのイベントとか。もう終わってんの。クビな。山梨、すみませんでした芸人だろ。らしいですね。いや確かに、来年以降は石井壮太郎が一人でやるんだが、1月15日に、うん、いろんな芸人呼んで、ライブやって、そして、なげえ話。なげえ話。今から釣り行くこれ、前振り撮ってんだよ。何の話してんだお前。さあ、ということでスタッフの石川さんに来ていただきました。貴様か。おい貴様とかやめて。酔い棒持ってんなおい。酔い棒じゃん。酔い棒だ。釣りですか。釣り竿ですから、これが。これで釣るのか。はい、あ、ちょっと簡単説明していただいてよろしいですか、こちら。だら、はい、餌がこれ。なんだこれは。これが餌。男爵いの、はい。いや、さっき食べたやつね。違います。魔人ブーの肉片か、これ。これぐらいです。え、あ、そんな、もう、米粒ぐらい。はあ、はいはいはい。お、針。なんなの、これ。これは、一応、お魚の餌と、はい、あ、なるほど。小麦粉を混ぜたやつ。小麦粉を、はいはい、水で練ってね。うん、これを、これ針の。あ、もうちょっともう、あの、先っぽ出すと、うん、よく釣れます。なるほど、なるほど。コツですって、ね。ああ、なるほどね。はい、じゃあせっかくなんで、ちょっと対決方式にしましょう。何？対決。いいだろう、うん。で、最後に釣れた人は食べれないと。何？いいだろう。まあ、食べられる。はい。最後に釣った。そうですね、はい。逆に食べられる。はい。で、結構釣れるもんなんですか？入れ食いです。あ、入れ食いなんですって。じゃあもう本当早いもん勝ちですね。いい勝負だ。はい。早いもん勝ちです。それでは行きましょう。DB 芸人マス釣り対決、よーい、スタート。よいしょ。おれおれ。さあ、来るの要領だな。最後に釣ったまで釣れるのが遅かった人が食べられませんからね。はい、入れ食いと聞いてますんで。いないぞ、魚。いねえぞ、なんか、あれ全然いない。あ、あ、来てんじゃない。パン、大丈夫か。あれ、おれ全然沈まないよ。石川さん、話が違うな、これ。あ、いたいたいた。あ、いました。ベジータ、これ尻尾で釣った方がいいんじゃねえのか。もし釣れたら落ちるんじゃないよ。やめろやめろ。これなんか全然釣れ、全然釣れないな。おい、餌なくなってね。いや、餌なくなったら補充してください、自分でね。お前たちが騒ぐから、魚たちが逃げてしまった。いやいや、この人間16号ね。16号じゃねえか。まあ、誰も釣れない。これちょっと、もうちょっと動かして生きてるっぽくやった方がいいんだよ。さあ、どうでしょうか。石川さんの話ではもう入れ食いだと来ないんで聞いております。魚が周りにいねえな。どれよ。いしょ、奥の方がいいよな。さあ、ああ、そう、おお、来てる。お、釣れたぞ。あ、来た。おお、来た。来た。おお、来た。さあ、さあ、網に、網に入れるまでが。網に入れてくださいね。網に入れてくださいね。網に、網に、網に、網に。さあ、これ野沢さん第1号かな。ああ、やばいやばい、危ない危ない。入れる。食われたー。あいたー。さあ、野沢さん1位です。食われたよ。くっついた、くっついた。あー、よいしょ。食われた、食われた。来ましたー。食われた。あ、私も食べられたわ。おれー。ボケ。いや、結構ね、ボケ女。あっさり、あっさりとね、終わる予定だったんですよ。ほら、餌つけるの一番不正してたから。いや、そうですよ。ちょっと釣れないって、なかなか皆さん。いるわ、いるわ。
当たりはあります。あ、ベンさん来てるんだけど来てはいますね。グッと来ない。いっぱい来た。意外と難しいのか。さあ野沢さんがなんと、よし、エキシビションで。あ、でも来てる来てる来てる。あ、めちゃめちゃ来てるよ。来てる。よーし、さあどうだ、よいしょ。さあベンさん、でかい、でかい、網に入れてください、網に。ちょっさあ、そこもね、ちょっと難しかったりしますが、暴れるんじゃない、うん、そう、全然そこはね、手使っていいからいいですからね、きっと。お手、よいしょ、よしよしよし、ベジータさん2位でございますね。さあパンちゃんとナッパ、ナッパさん、先に釣った方がお魚を食べれますからね。よし、さあどっちだ。ナッパ、葉っぱ釣れてんぞ。な、重いなと思ったら葉っぱだ。葉っぱナッパーみたいに。よし、巻き餌作戦だ。無駄に餌配るな。結構来てますよ、来てますよ。集団で来てるぞ。無駄に餌配るなって何なんだ。なんか公園の鳩か。無駄に餌を配るな。さあナッパが釣るのか、パンちゃんが釣るのか。ナッパいい位置いるぞ。うん、ポジション、おー、来た、ナッパ、よいしょ。ナッパがノーリアクションで来た。バレた？は？お前何してる？残念。お前リアクションもないし。そう。無言で。よいしょーとか。いや、逃げるかなと思って。え？喋ったら逃げるかな。喋ったら逃げる。針に刺さったやつ。おっと、掴んだ。いい位置ですよ、パンちゃん。すごい、すごい、すごい。ちょっと待て。ビクグラが来るから。まだ、食われたんじゃないか。取れちゃった。餌取れちまうな。あー、食われた。あ、食われた、食われた。なげー。さあ、そろそろ釣っていただきたい。おい、日が暮れるぞ。ただでさえ押してるんですから、ナッパさん。くそ。あなたのせいで食いつかねえな、うん、俺を釣ろうとすんじゃねえよ、おい。シンプルに危ねえから。つかねえな。つかねえわ。何もついてねえんだろ。いや、食わねえよ。生で食うか、こと。車乗っといていいか。ちょっと待って。なんだ。いっぱい来たわよ。次の場所行ってよか。うん、もうな。うん。ピクピクしてるわよ。まだね、行くところがあるんですよ。この後も。これ多分600回再生ぐらいだ。この回ね。この回。で、来てんだよ、ちゃんと巻いてるやつには。さあ、おお、ちょっと中に来た。急にさあ逃げるの。さあ、いけるか。おお、そうか。時間がかかりましたが、残念ながらパンちゃん一匹も釣れなかったわ。残念だったな。ちょっとね、パンちゃんだけ一匹は釣れなかったな。残念ながら食べられません。あー、残念。はい、さあ、おめでとうございます。マスの方が焼き上がりました。こちらでかいぞ、これパンちゃん以外ね。いや、相当でかいぞ、これ。ナメック星にいたあいつぐらいでかいな。バシャーバシャー。いや、あそこまででかくないですね。僕が助けられたんですからね。ご飯と間違ったやつ、はい、ち、あいつかみたいなね。ベジータが勘違いしたやつ。さあ、これもう皆さん一斉に食べましょうか。じゃあね、食ってやるか、はい、これどえ丸ごといけんのか。かぶりつきでいいんじゃないですか。いいのか、はい、いただいてやるぜ。おいしそう。いや、もう香りもすごいしてきますから。いただきます。やわらかい、うまっ。しかもガッツリちゃんと炭火焼きでございます。うわ、なんだこれ。なんか、あのね、ホクホク、なんていうの、ホロホロっていうんですか、うんうん、魚の身が、うん、ほほ、うん、ふわふわ、うん、骨も気にならんぞ。骨も気にならない、うん、丸ごとね、かじっていけると。甘い、うめえ。塩味が効いてうまい、うん、塩がちょうどな、うん、ほわ、ヤジロベリも殺してやってんな、これ。やな、何でも食うしね。見てみろ、これは。ふざけやがって。怒りの表情だもん。さすがね。ああ、お、ナッパさん。閉めたぞ、猿か、山猫か。残念だったな、ナッパ様だ。いや、一貫のあのね。オラはね、そう、尻尾の二人ですね。なんでがっかりするの。しっかりセリフ覚えたの。ちゃんとね、うん、覚えたとか言わないで。最初にしって言っちゃったけどね。いや、ちょうどいいな、白身も。ねえ、美味しそう。美味しいな。ワンちゃんね。悔しいわ。さっき焼いてるところずっと見てたんだけどね、油とね、水が一緒にこうポタ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 落ちてて、すごい焼き加減も美味しそうだったのよ。やっぱ間違ってるぞ。
しくやろうね。お、汚ねえなぁ。猫の食い方だよ。猫の食い方すんなよ。猫の食い方。うめぇ。スポーツジム、エクシードさんでございます。でかっ。地面だ、地面。元プロボクサーだ。元プロボクサー。重力はどこでいじるんだ。お前たちが飛ばしやがって。やろ。何やりすぎた。寝るんじゃない。サイヤ人の本物のパワーを見えないわよ。バカめ。袋にやってやった。